として後ろからですが、タリク狭いところ剥がして個人技、今野剥がせるか、山岸入れ替わったか、ヒールで今野につないでたら藤井が戻ってきた、よく戻りました藤井ハリアー、ただここもフェイントでかわしてもう一度持ち出して長い、カプシャーバー、カプシャーバー、藤井が取った2対5ですね、中に木田も入っています。さあ抜いていけるか、上げられるか、藤井の守備だ、いい対応ですね、カプシャーバーに対していい対応してワンツー、水沼溜める、股抜きでかわしに行く、よく絞った藤井、これはもう藤井を剥がして坂井と交錯、細谷前に行きました、さあ細谷、ただここは藤井が足出します、入り替わったジエゴ、ジエゴ小木原仕掛けられるシーンです、小木原、ここは藤井の対応、デュエルを制しました藤井、ボールを隠しますが藤井が奪いました、もうさらに持ち出す、こういう運べる長所も持っています、その通りですね、はい、彼の良さって前にボール運べることですね、いいボールを受けてね、作りに参加しましたね、はい、ここは持ち出していきました藤井です、藤井です、プレスかかってますが持ち出して縦パス、おユンカーポスト、長い流し込む、一気にスピードアップしましたね、飛ばしてユンカーに決めたところから、はい、素晴らしいボールですね、ボール支配率は名古屋よりも東京が上回っているんですが、さあユンカー、マテウスが来た、マテウス、マテウス攻め込んでいます、この藤井がボールをキープして上がる、永井へ渡す、マテウスが走っている、マテウスボールを持つ、追い越す内田、しかしここは中に入れてヘディング、マテウス内田も詰めていましたが、これは川並ビッグセーブ、クリア、まだある、大落ち着いて藤井の右足、98分最後に取れます、センターバック藤井です、首位と3位の上位対決、最後の最後にタイスコア、ラストプレーはこの若きセンターバックのフィニッシュになりました、稲垣が抜けたところに入れた、前に置いた稲垣、いやいいとこ見た、森島角田に入らずに藤井ワンタッチ、よく見ましたね、森下を見ていた、伊藤ワンタッチで鎖が入って4カー、シュート本数も広島15に対してラブがわずかに6本、さあチャンスになった泉、落ち着いた対応、さあここからファストブレイクいけるか、ユンカーが猛然と裏へ、さあ天才の森島、伊勢を前にちょっと押し出して後ろ3人で動かしていきます、神戸非常にヘディングが強いレオセアラ、メッシの中央、バンガラードの前を通っていきました、素早くリスタートします、マテフサビオかわしに行きます、目を手に振った亀川です、ウェリントンゴール前、この後まで競り勝ちました鈴木チームです、斉藤美月からゆるき、ゆるき折り返し、武藤なんとかブロックに入りました、藤井です、右展開鈴木優馬、その脇を佐野馬が、これはゴール前、決定的場面でしたよね、藤井ですか、さあ自分たちでボールが握れる時間帯に名古屋どう攻めるか、どう崩すか、まあ、こういう持ち出しもいいですよね、はい、今シーズンはこの酒井も好調です、さあそんな中持ち込んでいく、さあもう一度、おここは1枚剥がした、藤井持ち込んで、持ち込んで右サイド、泉です、これが藤井です、こういうところも結構冷静で森島に当てます、藤井が落ち着いています、中谷ですよね、あ中谷から失礼しました、はい、いやでもカバリングいいですよね、はい、ここが藤井です、横浜 FC は山下が2本シュートを放ちました、さあ藤井が持ち出し、藤井が持ち出し、稲垣が上がる、藤井
ここは内田からのボール、エイナが狙っていますが、ここは入れ替わって藤井。さあ、左には森下走る。永井が今、左要求していますが、その永井へ。さあ、左サイド、上がってきたのは藤井です。藤井のクロス、酒井のヘッド。逃げない。奪ったボールを藤井は持ち出します。まだ行く藤井。残ってます。違うプリユンカーがいます。藤井が絡んできます。粘る、仕掛ける、めぐって折り返し、ユンカー藤井残した。藤井あ繰り返す、稲垣ボールキープ、藤井がサポートに来ます。うまくスペースへ運んだ泉。いやさて藤井です。森下、藤井のワンツー、ここで浮かせてきました。久保押し込みました。上がってますが、右の藤井が上がっていた。藤井ミドルがあるか。藤井、藤井折り返し、マイナス、ユンカー押し込めるか。最後来たか。追加5分、藤井打った。もう一度前に藤井のシュート。いよいよ新たな歴史の扉が開きます。ヘディング、ここも長いし、藤井のゴール、0対1、名古屋セットプレーからの先制点。ヘッド、ユンカー、左が泉、永井は今中にポジションを取っています。縦パス、ユンカー繋がって左足。この辺がミスマッチのところなんですけどね、さあ斜めのボール面白い、そして山岸、ウィリントンと繋いでカウンターというところですが、もう一度中で奪う。矢印を示してんじゃないかなと思います。はい、さあ藤井の一振り、一気にサイドを変えます。いいサイドチェンジです。サイド変えて森下まで通ります。このこぼれ球を藤井が回収。藤井から長いボールです。久保が行きます。もらってる中、ゴールを取る取らないでは全然変わってくる。長いボール、その中島だ。このサイドは間違いなく必要になってくると思いますね、柏の方は、はい、藤井から裏、久保。さあ、武藤のプレッシャーを剥がしてキャスパーユンカー。藤井です。ナイスボール。森島、藤井が中通して泉しますね、そんな話もしています。今シーズンはこのゴールにも絡みますし、ブランダー、野上、オペラ折り返し、浮かせてファーサイドフリーだ。三國のヘッドだ。もうファーサイドのグローリーのところ、有利なマルセルヒア。ここでクロスボールが入ってくる。レオセアラ、さあコーナーキックから、おあ、ね、ホイッスルが鳴っています。中へのクロス、浮かした三田の縦のボール、ここは問題なく処理をします。狭いところ反らせてほしい。えぐってラストバスでヘベル減ったということですね、はい、さあディエゴ・リベラ、アライウトンでしたが、ユーリララ上げ切って、伊藤翔、奥の打った。ああ石毛が抜けてきた。石毛プレーをしている選手です。まあ、その4人のうちの前からです。藤井の跳ね返し、おお、チャンス、キャスターユンカー、キャスターユンカー、もうカプシャーバー。さあここ3対3、あーしかし藤井カット、持っていく、自分で持っていく。ここに走り込んでいった。大島の落とし、登里と縦パス、家永の落とし、これを奪って、さあ抜けた。さあ運んでいく富樫、うん、見事なディフェンスです。藤井